ちは。今回はちょっと今までいろいろ動画を撮ってるんですけど、まあ、当たり前のようにこう木造岩っていう言葉を使ってはいるんですけど、多分木造岩って何っていうのを思ってる方もたくさんいると思うんですね。なので、まあ、木造岩っていうのは、まあ、どんなものなのかっていうのと、あとはなんで自分がその木造岩っていうのをやってるのかを今回もちょっと説明してみたいと思います。木造岩っていうのは基本的にこういういろんな木の種類を使って、まあ、こんな感じで、まあ、木っていろいろ白い木があったりとか、ちょっとこうグレーっぽい木があったり、赤いこう木があったりとか、いろんな種類の木があるんですけど、そういうものを使って木目を使って絵を表現するっていう技術で、それを、ナイフでカットしたりとか、自分みたいにこう糸の方でカットしたりとかして、でいろんな木を組み合わせて絵を表現するっていう技術です。で、先日なんかもちょっとカットしてたこういう百合の紋章だったりとか、こういう、デザインを作って、でそれを、これ一つはちょっとベニヤ板に接着をして、で固定をしたんですけど、そういうもの状態にしてこう、額をつけてこう飾ったりできるように したりとか、あとは、これ別のものなんですけど、こういう感じで、もともとベースのあるものに、このデザインに合わせて彫り込んではめ込むっていう、こういうスタイルのやり方もあります。で、自分が作ったものでちょっと説明をしてみると、こういう感じで真ん中のものなんかは、全部、染色なんかをせずにこう自然の木目だけをこう使って作った作品で、明るい黄色みの強いものとか白木とか、あとは濃い、黒炭だったりとか、そういうものをいろんな木を組み合わせて絵画的な表現にするっていう、これは結構クラシックなスタイルですね。もう昔からこう作られているような、やり方をしたもので、でこの辺りの左右のこうドームの作品なんかを見ると、これはちょっと夜っぽいイメージなんですけど、これは背景をローズウッドで作っていて、で反対に、この反対側ですね、こっちの方は、背景をバーチっていう木で、白木なんですけど、こういう木を使うと、昼と同じデザインなんですけど、昼と夜の表現ができたり、こういう木の素材の、いろんな色だったりとか木目でこう絵を作っていくっていう、これが木造岩の面白いところですね。で、これは、1460年から1520年っていう年代の、木造岩のこう作品というかの、ものばかりを集めた資料 で実際どういうところで使われてるかっていうと、こんな感じで、よくこう教会なんかに行くとこう祭壇があって、こう派手なこう色の鮮やかなこう絵画があって、ステンドグラスがあって、その下の部分なんかにこういう感じでこう祭壇になってる部分があるんですけど、実はここの部分の一つ一つにこう装飾が入っていて、でこれが木造岩で作られていて、ちょっとパッと見遠くから見るとその木造岩っていうのは分からないと思うんですけど、実はもうこういうところで使われていたりとか、こんな感じで、これがもう1400年代のものなんで、もうその当時からこういう、こう絵画的な表現をされて使われていました。で、これは、家具の歴史をこうまとめた、資料なんですけど、こんな感じで、これ1600年代のもので、ルイ13世様式で、この辺なんかは全部木造岩だったりとかで、自分のこう木造岩と出会ったきっかけっていうのが、この1600年代のフランスのブーレっていうスタイルですね。これが、
パッと見こう木造岩に見えないかもしれないんですけど、これ、別鋼と真鍮と木を合わせた、造岩のスタイルで、まあ、宮殿様式、かなりこう派手な様式で、うちの師匠がこの、ブーレっていうスタイルの、修復のスペシャリストで、こう工房に世界中からこういう修復の依頼が来ていて、で、まあ、それもあって、すごくその造岩の、こういうものと、すごく知るきっかけにはなったんですね。で、いろいろこうずっと見ていくと、まあ、これ1600年、この辺も全部木造岩のこういうものだったりとか、もう家具の歴史をずっと追っていくと、もう木造岩っていうのがこう切っては切れないというか、もう全部これも木造岩だし、その時代時代でそのデザインだったりとか木造岩の表現方法だったりとか、まあ、そういうものが一つのスタイルとして各時代であって、でもう当たり前のように使われてた技術で、でそれがあとはこれが有名な、スタイルで、まあ、ミラノのそのマジョリーニ、北イタリアのマジョリーニっていうスタイルがあって、これが1800年代、1700年代後半から続く技法で、でこのスタイルですね、マジョリーニスタイルっていうのは、まあ、こういう、まあ、木造岩の装飾の入った家具で、これなんかは今サザビーズとかああいうオークションなんかに出ると、まあ、数千万円の値段がつくっていう、まあ、それぐらい価値のある、家具だったりとか、あとは、まあ、ずっと行って、まあ、いろんなスタイルがあって、でそれがずっと時代を上っていって、これがアール・ヌーボーですね。で1900年代の初頭前後ですね、この辺りになってくると、今度は、まあ多分あの有名なあのガウディとか、あとはエミレ・ガレとか、まあ、ラリックなんかもこう木造岩のデザインをしてこういう家具を作らせたりとか、あのよく木造岩っていうとクラシックな家具を想像される方が多いんですけど、実はこのアール・ヌーボーだったりとか、その次の時代のこうアール・デコなんかでも、あの装飾の表現としてすごく使われた技術です。で木造岩っていうのはこうヨーロッパだけではなくて日本でも古くから使われていて、でこれ正倉院展の資料なんですけど、こんな感じで、まあ、正倉院の琵琶ですね、この琵琶の装飾の一つとしてこの木造岩の技術が使われてこういうデザインされています。正倉院だとこれを、木造岩ではなくて木画っていう名前で呼ぶみたいなんですけど、まあ、こういうものも、技術的にはかなり近いものですね。でこんな感じで日本の、まあこれはかなり昔のものなんですけど、日本でも明治大正のタイミングでこうヨーロッパの文化が一気に入ってきた時に、木造岩のその装飾とか絵画的な表現もこう日本に入ってきて、でその時代にはもういろいろとその木造岩の作品は作られています。でそのあたりは、まあ残念なんですけど、その戦争でこう燃えてしまったりとかっていうのがかなりあって、で日本で今こう残っているものっていうと、まあ、迎賓館の中だったりとか、あとは、まあ、老舗のこう旅館とかホテルですね、で奈良ホテルなんかもちょっと残ってましたけど、まあ、ああいう、こう歴史のあるところだと結構日本でも見る機会があったりとか、あとはヨーロッパのコレクターがその日本の当時の技術の高い木造岩をコレクターとして集めているんで、ヨーロッパに来ると結構あの日本の1900年の初頭までのこう家具の作品なんかを見る機会があります。まあ、こんな感じで、まあ、古い技術ではあるんですけど、なんかこう、まあ、表現方法だったりとか、
いろんなこう振り幅がかなりある技術で、でそれがあったからさっきの家具のこう歴史の本なんかもそれぞれの時代でそれぞれのスタイルのこうシンボルとして木造板っていう技術が使われてたんですね。まあ、自分がなんでこの木造板やってるかっていうと、大体スタイルとしてアールデコぐらいまででこう一度こう、途切れてしまった感じにはなってるんですけど、それをこう古いものを見てるうちに、なんかその技術としてのその新鮮さっていうのを感じたんですね。なので、伝統技術としてでこう守っていかなきゃいけないとかっていうのももちろんあるんですけど、それよりはなんかいろんな表現方法とかいろんなオブジェ、例えば自分がこういう感じでこの靴の木型にこう装飾を入れたりとか、なんか表現方法をちょっと変えることによって、なんかこう現代アートにも十分に使える表現の技術だなと思っていて、なのでなんかこうアートをやってる方も、水彩画だったりとか油絵だったりとかいろんな技術があると思うんですけど、なんかその一つとして木造板っていう表現方法もなんかこの選択肢で増えればいいなと思っているんですね。なので、今もうどんどん見る機会が少なくなってきてしまってるんで、まずは自分がやってみて、で、こんな表現もできるんだっていうのを見てもらって、で、知ってもらって、少しでもこうやる人がこう増えたりとか、あとはヨーロッパなんかにこう旅行に来ると、ホテルだったりとか教会とか、あとは有名な建築なんかどこを見てもほとんどその木造板のこう家具だったりとか、あとはその壁だったりとか、なんかいろんなところでこの技術って使われてるんで、なんかそういうところをまた別の楽しみ方ができるようになったりするんで、なんかいろんな意味でこう知っていただきたいなと思ってます。あとはやっぱり木工をやってる方は、日本だと無垢の家具が高級家具とされてるんですけど、ヨーロッパだと、梁の家具ってものすごく評価が高くされていて、で、梁ってその接着の技術だったりとか難しい部分っていうのがいっぱいあって、で表現方法の幅も広がるし、いろいろとこう利点があるんですね。なのでまずは木工やってる方もいろんなこう技術があると思うんですけど、その中で木造画っていうのもまずは知って実際にやってみて、でその中でこう、やっぱり自分はその無垢の家具がいいとか、なんか保存を組んでああいうスタイルの家具がいいとか北欧系がいいとか、なんかそういうのを選ぶ選択肢を増やしてほしいなと思ってます。なので、今後もこんな感じでちょっと木造板の魅力だったりとか、あとは実際にこうやってみたいっていう方も出てくるとは思うんで、近いうちにこうちょっとこう、ハウトゥーというかやり方なんかを、シンプルなやり方を説明したりとか、なんかそういうのもやっていきたいと思ってます。ではまた。